ルはアメリカ合衆国出身の元プロボクサー。元 WBA、WBC 世界ジュニアミドル級チャンピオン。大卒で、ラスベガスの高校教師との二足のわらじを履いていた異色ボクサー。ルイジアナ州ニューオーリンズ生まれ。ディラード大学を卒業した学士ボクサーで、大学時代は陸上、フットボール、野球と万能のスポーツマンだった。1957年。 プロデビュー。1967年、金はじめ主の持つ WBA、WBC 世界ジュニアミドル級王座に挑むが、判定負け。1968年、金はじめ主からタイトルを奪ったサンドロ・マジンギに、挑戦したが、無効試合となり、再度のチャンスを逃した。翌1969年3月17日、マジンギの王座剥奪で9位となった。 WBAWBC タイトルをスタンリー・ヘイワードと争い判定勝ちでついに王座についたが過去に4年間のブランクがありチャンピオンになった時にはすでに32歳になっていた1969年9月9日に行われた初防衛戦で来日大阪府立単位区間にて日本のエース南久を2回1分26秒右ショート一発で沈めて 豪快な小勝ちで王座初防衛。翌1970年3月20日に、ゲルハルトピアスコを退け2度目の防衛、そして同年7月9日、3度目の防衛戦で、一度は、小勝利しているカルメロボッシに判定で敗れ、王座を去った。58戦51勝6敗 1NC。ありがとうございます。